城が息づいておるようじゃ。先の連続の塊とこの呪落台、何やら関係があるようじゃの。
はこういうか。手入れをするかしま大変じゃろうて。藤吉郎もここまでの城をなすまで霊石を集めるとはの。
ダチャ様はどうされたのだ。まるで人が変わってしまったようじゃ。
新しい嫁を紹介してやる。
かのような場所に庭を設けるとは何とも風流じゃない、うん、じゃが利休をあのような姿にする感性は消せんよ。この呪学大何やら関係があるようじゃの。
それが平等院で見た妖しを滅ぼす刀。その刀があればさあさあ。さあさあ、しよう。
しゃい。